原口のヘルタも見たんすよ。そう、昨日夜。原口ヘルタで532のインサイドアウトとかやってんだけど、まあ攻撃のシーンとかハイライトよく出てくるじゃないですか。守備素晴らしいっすね。もうちょっと声裏返っちゃうぐらい。本当あ、これは使うわ監督っていう。これは森保さん呼ぶわっていう。あの守備の強度がちょっとレベル違うっていうか、上下運動して本当危ないとこ、そうそう。あ、ユニオンだ。うん、ごめん。そう、エンドと同じチーム。もうすごいっすね。いやなんかね、ドイツ行っても見てたけど、インサイドハーフで使われてる状態でのさ、アップダウンだったりとか、あとディフェンスラインが3バックで釣り出された時とも戻って書き出したりとか、本当勝つために華やかじゃないプレーでも、あれでまあ日本代表だと、だから最後にさ、サイドハーフでこれで入れたりして、まあね、正直ファンの人の気持ちからしたら、いや三笘見てえなとか、まあ最近だと三笘怪我だけど、なんかこうまだ原口なんだってなるけど、監督としていろんな試合視察してて、あれ見たらそれは使えますよね。だって最後守備固めの時もそうだし、前線の 4-2-3-1 の3つのポジション、4-1-2-3 の4つのポジション。どこでもね、最後クローザーとして入れるには、あの選手入れたらチームとしての戦い方もすげえわかるし、低い位置から長い距離のドリブルとかいけるしさ。いやー、素晴らしいかったっすね。5-3-2の左インサイドハーフとか、すごい原口に合うなというか、まあ見てて、華やかじゃないチームでも見に行きたくなるチームは原口がやってるああいうプレーな感じだなと思いましたね。